はい、こんにちは、ジュリアです。カード開封動画320回目は2018年発売バイスクルー抹茶です。こんな感じのデザインなんですが、なんとね、ボコポプリングカードから発売で2018ということで、ゾーンデックのグリーンと同時期に発売されたものになります。それでは開封したいと思います。箱を見ていきます。バイスクルー抹茶で、お茶ではなくて層があるので、ティラミスの抹茶ケーキってことかな。で、飾り枠かと思ったらフォークとナイフが表示されています。横面がエアクッションフィニッシュリミテッドエディション、反対側がザ・ボコポプリングカードカンパニーメイドイン USA デザインデッドインユナイテッドキングダム、上面がポーカーで、前のライトニングっていうボコボプレーンカードのカードがあったのと全く同じ130/22/130と入ってますが、これは全部同じみたいですね。実際この抹茶も前に開封したライトニングも2500個限定生産みたいです。で、通常の黒色のクロージャーシールで、バック面は抹茶色とメーデンバックになっていて、ケーキみたいにカットしたようなデザインになっています。下面がボコポプレンカードのロゴマークで2018USBCC の R が KY 製でリサイクルマークです。横面もなんかケーキの層みたいになってるみたいですね。それでは開封したいと思います。どうやらティアテープは逆向きみたいですね。おっと、やばいやばいやばい、縦に裂けちゃった。はい、切れ目を入れました。横フラップ若干ここまで続いてますね。こっちが広告面なので、こっちがジョーカーかな。ボコポプレンカードの広告カード、こっち向きかな。もう一枚が2500分の1と書かれたカードがこれだけ書かれてる。それでは表面いきたいと思います。表面にもデザインが入ってますね。なるほど、カーリストで使えるようにデザインが出るようになってるみたいです。で、抹茶ケーキの白斑点と色付きになっていますね。斬新なスペードのエースです。抹茶と入ってて、完全にデザインデックですね。インデックスとビップスのマークはスタンダード全く同じです。はい、黒色ビップスは深緑みたいな感じですね。まあもちろん箱色になっているので、深緑といろんな緑が混ざった感じの絵札になっています。で、赤色ピプスの部分は白斑点の白ですかね。で、これがダイヤの絵札。赤色のピプスは若干黄色が混じってるのかな。で、全体が黄緑色になっている感じです。はい、こんな感じかな。若干色付きと白斑点みたいな感じですね。クラブの絵札。ハートの絵札。で、ハートのエース。2019年のスタンダード54枚と、2019年のスタンダードにも2枚分の厚みがあります。おお、普通にファンするだけで綺麗ですね。スペインの方は高品質、弾力の方は両面固めですね。し
っかりした感じになっていますね。反りの方が若干あるのかな、パッと取れるので若干反れてる感じです。はい、それではファルを入れてみます。斜めにしたらそのまま入っていきますね。トラディショナルカットは入ってるみたいです。最近入るやつが珍しい感じになってますね。バック面はこんな感じと、逆ファンだとどうかな、はい、逆ファンにするとまた違ったデザインが出ますね。表面も内側に出るやつが逆ファンだと外側にデザインが出る感じです。両面方向違いでも全然違うデザインが出るので、なかなかカーディストリーとしてもいい感じだと思います。はい、バイスクル抹茶を開封しました。意外とカーディストリー系としては優秀なんじゃないかなって思うのが、両面通称ファンと逆ファン4種類違ったデザインが出るっていうね、結構考えられて作られているので、前に開封したバイスクルデッドキャッスルに近い感じだと思います。で、普通に品質もいいし、ただなんで抹茶ケーキなんだろうって思いますけど、それではジャンル分けします。通常のスタンダードよりも2枚分の厚みがあるので結構分厚いです。ただしっかりしていて品質もいいので、高品質ボコポプレイングカードとユナイテッドキングダムデザインかなのメーカーコラボ、抹茶ケーキのコンセプトデザイン、数量限定っていうこともあって品薄になってきているので、レアデックコレクション2500個限定生産の数量限定です。バイスクル抹茶でした。よろしければチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それでは。